ここなら。
薪割りって大変だよ。でもオイラがやらないと先生が困るもんな。やあクラム、元気でやってるみたいだね。ああ、よしお兄ちゃん、久しぶりだねクラム。お手伝い頑張ってるってエステルから聞いたよ。草取りも鶏の世話も、もうサボったりしてないぜ。先生やみんなのためにもオイラが頑張らないとな。うん、その意気だよ。今はいろいろと大変だろうけど、みんなを助けてあげてほしい。早く状況が良くなるように僕らも精一杯頑張るから。わかった。オイラも兄ちゃんたちに負けないよう頑張るよ。兄ちゃんたちに負け、先生や子。あ、その、ヨシワさん。うん。マリー、お久しぶり。変な格好をしてるから、びっくりさせちゃったかな。そんなことないです。なんていうか、かっこいいです、その服。ありがとう。あ、先生なら中にいるからどうぞ会っていってください。きっと喜びます。ポーリー、久しぶりだね。違う。まあこれはこれでかっこよくて好きだけど。ありがとう。うわあ、ヨシワお兄ちゃんだ。ダニエル、久しぶりだね。いい子にしていたかい？うん。僕もクラムちゃんみたいに先生のお手伝いをすることにしたの。今日も葉っぱに水やりをしたんだよ。そうか。エステルさん、それにヨシアさん、本当によくいらっしゃったわね。院長先生、ご心配をおかけしました。ヨシアさん、これからはどうかエステルさんのそばにいてあげて。私からお願いするのはそれだけです。はい。テレサ先生。何も心配することはなかったみたいですね。クローゼもさぞかし安心したでしょう。そういえば先生、
クローゼのことなんだけど。ええ、オートにいるそうですね。ジーク君があの子の手紙を届けてくれました。そうだったんだ。さすがジークだね。どうやらクローゼもいろいろと大変みたいですね。文面からは自分の悩みに正面から向き合おうとする決意がにじみ出ていました。それがどういう決意なのか、私あの子ならきっと自分の道を見つけられると信じています。テレサ先生、うん、私もそう思うわ。クローゼの手紙にはそれがあの子なら。ここなら何か。
相手が悪かったな。
あ！よう、調子はどうだ？ああ、言われた通りしっかり市民を誘導してるぜ。橋は通行不能、南海区に行くならホテルのボートを使えってな。他のメンバーもちゃんと持ち場でやってたよ。うちのメンバーって意外と真面目なやつが多いよな。ああ、今のところは連中も励んでいるようだな。もしサボってるやつがいたらすぐに知らせに来いよ。俺様がガツンとやってやるぜ。おお。何がガツンよ。こんなとこでコソコソしてまた何かの悪だくみ。進歩のねえ連中だな。お前ら。アガットさん。で、今度はどんなせこい悪事の相談中なの？かっぱらい？それともカツアゲ？エステルちゃん、そら誤解だってばよ。俺たちレイブンは生まれ変わったんだから。え？どういうこと？おう、ロッコのやつの発案だよ。ちょっと前から町の中の警備や案内をやってるんだ。嘘？マジかよ。つまり自警団のようなものですか？そんなお堅いもんじゃねえけどよ。今もその活動について打ち合わせをしてたところさ。なんか突然のことで信じられないけど。どうやら本当みたいだね。ま、別にあんたらに信じてもらう必要はねえぜ。これは誰のためでもない、俺たち自身のけじめとして勝手に始めたことだからな。打ち合わせを続けるぞ。おうよ。南区に行きたいときは渡し船を使ってくれよな。ホテルの地下から船着き場に行けるからさ。街はだいぶ落ち着いたが、まだ何があるかわからねえ。俺たちも油断す。街はだいぶ落ち着いたが、まだ何が。俺たちも油断せずに警戒を続けることにするぜ。見回りとか案内とかで朝から晩まで仕事があるんだ。なんだか遊撃士の大変さが分かった気がするぜ。橋は渡れないから南区へは船で行ってくれよな。ホテルの地下から船着き場に出られるよ。
ここなら何か。Thank you.
混雑してるね。なんだ、あんたたちも向こう側に渡るつもりかい？え？どういうこと？どういうことって、ラングランド大橋が上がったまま動かなくなったのは知ってるだろう。おかげで向こう側に移動するにはボートを使うしかなくなったんだ。で、ここが渡し場ってわけだ。そうだったんだ。それはさすがに不便でしょうね。不便も不便、正直やってらんないよ。新市長の計らいで渡し賃はタダなんだが、それでも並んでいるだけで30分は待たされるんだからな。それは結構かかるわね。あ、往復を考えたらそのくらいは仕方ねえかもな。どうする、エステル、僕たちも向こうに渡るかい？仕方ないわね。他に方法もなさそうだし。わかった、それじゃあ並ぼうか。待たせたな。お前さんたちの番じゃぞ。とっととボートに乗るがいい。よろしくお願いします。
Thank you.
Thank you.
負けられないんだ。 相手は悪かったな。
相手が悪かったな。
ここなら何